いつもだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。始まるよ。皆さんこんにちは。今回は激安の TPMS を検証です。ウェルカム割引やってました。袋1枚で届きました。注文して5日で届きました。いざ開封。レンチとナットです。取説は中国語と英語のみです。少し小ぶりの本体です。識別シールを貼ってます。前の左をペアリングします。蓄圧式噴霧器を使います。噴霧器は未使用品です。受信は iPhone を使います。しっかりとキャップをして安全弁で減圧します。加圧済みです。ペアリングをタップ。ペアリングは早いです。同じ要領で他の3個も実施します。ペアリングしたら4個すべてを噴霧器に入れます。加圧を開始します。計測開始してます。4個の個体差が少ないですね。この程度の差だったら使用できる範囲ですね。電池電圧も数字で出ます。電池交換時期が把握できます。圧力を解放します。急激な変化は通知遅れになります。徐々に下がる圧力には十分なレスポンスです。他のタイプとの大きさ比較です。ナットを先に入れます。本体をねじ込みます。ナットを左に回します。最後にレンチで締めて終了。念のため石鹸水等でエア漏れ確認します。アプリを起動。全画面だとペアリングバーが出てきません。分割画面にします。ペアリングバーが出ました。実装だと電波が届かないようでペアリングできない位置がありました。噴霧器で加圧します。前輪の右をペアリングバータップでペアリングします。近くではペアリングできますので、電圧不足による電波が弱くなっていると考えられます。後日電池 CR1632 を交換してみます。
電圧数字が高めに表示されていると考えます。安かったので人柱と思えば納得できます。でも Bluetooth システムは干渉しやすいのかもしれません。個体差も考えられます。リスキーなところがありますが、値段が安いのが救いです。電池交換で解決できるはずです。ちなみに技適マークは確認できませんでした。4個まとめて加圧します。アプリを立ち上げていないと監視できないところが欠点です。アガマで自動起動しても画面でタップが必要です。アプリの改善が望まれます。アプリが改善されれば一番おすすめな商品です。圧力が上がれば表示されます。上限、下限は設定できます。 UI がいまいちです。殺風景な全画面表示です。圧力を解放します。控えめなアラームが表示されました。他のタイプはアプリが起動してなくてもアラームが出ました。使い勝手が良くないですね。ペアリング解除方法です。参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。